今見えて、見ている、キャノンさんの総合カタログをこれはのコピーしています。それじゃあお願いします。まず電源を入れまして、スキャナーの上に載せます。いろいろ設定できるようになってまして、まず用紙の種類が普通紙でしたっけ、まあ、あと必要紙の大きさとか必要なものを、あと標準に今設定しました。はい、それでカラーコピーをしています。今見ていただいたように、あの紙を受けるところが自動的に開きます。あと表示パネルに表示されているように、三角のマークかな、これを押すと連続してコピーができるんですね。あと赤いストップボタンを押すと印刷を途中で確か中止できるはずです。あ、綺麗ですね。ちょっと見せていただけますか。はい、以上です。はい。